で計測。ここで一回切ろう。ちょっと包丁取ってくれ。ハサミでもいい。空気抜けてる？空気入ってる。焼いた時に破けちゃう。大丈夫。入ってる。こういうの空気。これ。ちょっとこれ少し弱いな針が。このぐらい理想。これもちょっと弱いんだけど一番最初だから。このぐらい。あ、ここら辺はいいか。まあ大丈夫だから。空気ある。この見えにくいけど空気あるじゃん。これ丁寧に抜かないと焼いた時にこれ膨張して一角作ったのに割れちゃうから、もうちょっときれいに空気。2本、あ、最初1本かな。1本吊るしてここに4本立てかけて、こっちにも4本、ここにちょっと指で少し作って、結構乾燥かけるとめっちゃうまそうに見える。本当だ。これから燻製かけるんだけど、燻製をかけるときって乾燥一回しないと燻製かかんない。乾燥することによって燻製の煙がつく。
。